今日も記念いたしまして乾杯をしたいと思います。ご唱和願います。乾杯。乾杯。一発合格のお二人です。合格おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。一発合格の秘訣というか決め手は何だと思います？根本先生の講義です。完璧な答えです。あ、同じく根本先生の講義です。嬉しい限りです。ゼニセを受けるそのきっかけになったこと、もしくは選んだなんか理由ってありますか？ごめんなさい、きっかけはぶっちゃけたまたまだったんですけど、でも運命だったなって思ってます。ありがとうございます。そうですね、スタッフの方から根本先生をご紹介いただいて、で、説明会でお話をしたときにとても熱意のある先生 で受けようというふうに思いました。ありがとうございます。合格おめでとうございます。ありがとうございます。私のクラスを選んだなんか決め手なんかありますか？根本先生の講師紹介の動画を見て、なんかすごく面白くて、この先生だったら1年間ずっと勉強できるかなと思って根本先生のクラスを選びました。辛かったのは商業登記ですね。商業登記の記述が全然分かんなくて、その時は一番やめたいと思いました。何をあなたを受験させようとこうとどめました？なんか仕事も辞めて、何一発で受かんなかったらもうなんか人生終わるなって思って勉強してたんで、このやらなきゃやばいと思ってずっと勉強してました。本当に、合格おめでとうございます。一発合格です。はい、おめでとうございます。はい、先生のおかげです。ありがとうございます。レッコを選んだ理由は、先生の授業ここ絶対間違えるなとかっていったところを先生すごい詳しく説明していただいて、あ、ここ読むだけだよねっていうところはまあ軽くみたいな感じで、授業の重み付けっていうんですかね、重視されてて、そのおかげで、あ、じゃあここ一生懸命勉強しようとか分かったのが良かったと思います。一発合格のコツを一言でお願いできますか？かなり予定のスケジュールより多分遅れて勉強してたんですけど、本当にその試験の、まあ、記述の最後の4時ですよね、4時までこう諦めないで、まあ、これ受かるかもしれないぐらいの勢いでですね、まあ、ひたすら諦めないで勉強するのが良かったかなって思いました。じゃ皆さんもぜひ一発合格目指して頑張ってください。はい、どうも先生ありがとうございました。はい、はい、それではじゃ あの令和元年の司法書士試験の合格者にちょっとインタビューしたいと思います。あのではあのレックを選んだ理由を教えてくれました？体験で授業を受けた時に受講生の気迫がすごかったので、もうここに違いないと思って、絶対受かるならレックだなと思ってレックを選びました。はい、ありがとうございます。私の講義の魅力をお話ししていただけますか？先生の講義はただあの教科書の内容を述べるっていうんじゃなくて、実体験に踏まえてこんなことがあった、あんなことがあったとか、こういう理由付け、これこんな書類がいるのはこういう理由だよとか、必ず理由付けを教えてくれる。それがやっぱり理解につながって、それが知識の暗記や、知識の習得に役に立った。それがすごい私は助かったと思っております。はい、ありがとうございます。じゃあ、 あのこれから司法書士試験、勉強される方にアドバイスお願いします。確かに難しいんですけれども、ちゃんと正しいやり方でやっていたら絶対受かる試験だと思います。司法書士試験は本当に楽な試験ではないです。でも努力すれば受かります。努力の正しい仕方と努力する方向、それは先生がしっかり教えてくれますので、先生の言うことをしっかり聞いて、で正しい方法で努力すれば必ず受かる試験です。諦めないでください。はい、どうもありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。大変優秀な成績で合格されました。まずレックを選んだ理由をお聞かせください。レックはあの合格者の実績が多くありますし、やはり資格取得となって調べてみると、レックさんがやはり一番最初に名前が出てくるので、レックさんを選びました。ではそのレックの中でも佐々木クラスどうでしたか？精神的にもちょっときつい時期にも先生にあの相談させて、何回も相談させていただいて、気持ち保つことができましたし、あの本試験当日も自信を持って臨むことができました。皆さんも次レックで、ぜひ司法書士頑張ってください。おめでとうございました。ご指名させていただきます。よー